はい、皆さんこんばんは、ジュンです。本日も21時になりました。グランツーリスモ7やっていきたいと思います。今日はですね、はい、いつも乗ってるフェラーリがですね、オイル交換時期になりました。なのでまずはオイル交換していきたいと思います。いつも稼いでくれてますからね。ついでに洗車もしちゃいます。はい、今日はですね、グランツーリスモを始めて2ヶ月経ちました。現在所有している車たちですね。イギリスは全然ないな。イタリアはフェラーリだらけ。427分の100、ちょうど100台まで達成したみたいですね。そこでですね、今日はマイガレージの車たちをご紹介していきたいと思います。自分の持っている車たちですね。はい、こちらがマイガレージです。ハコスカをはじめ Z86、 他にはシルビア、スカイライン、軽自動車などたくさんありますね。いつも動画に出てくる車たちです。今日はですね、こちらの車たち1台1台ご紹介していきたいと思います。自分なりにですね、かっこよく改造した車たちなんで、ぜひ見てください。はい、まずはハコスカですね。内装かっこいいですよね。当時の車ってほんといいよね。新車で欲しいな。シートもかっこいいな。純正でこのバケットシートですからね。うわ、ブレーキダッサ。これちょっとどうにかしなきゃダメですね。旧車にこのブレーキローターはないな。ハコスカのカラーはですね、ベルベットブルーですね。日産の純正色 TH1 で塗りました。かっこいいですね。もちろんマフラーはスポーツマフラーの2本出しの跳ね上げ式です。このマフラー気に入ってます。ハコスカ GTR のご紹介でした。かっこいいな。続きまして Z240ZG ですね。こちらの車も渋く決めてみました。内装これまたいいな。なんでこうおしゃれなんだろうな。今の車とは全然違いますよね。かっこいいな。2シーターの Z ですね。あ、ブレーキローター最悪。これどうにかしなきゃ。そしてオーバーフェンダー。オーバーフェンダーがかっこいいな。色はですね、マット系の色にしました。この色も結構気に入ってるんですよね。当然マフラーは上下の2本だし、スポーツマフラーですね。渋いな。 240Z です。はい、続きましてカウンターック。こちらはですね、初期に買った車ですね。初期というより一番初めに買った車かな。ずいぶんお世話になりましたね。内装は白。かっこいいな、シンプルで。初めの頃この車でレースしまくりましたね。1台目の愛車。最初は赤だったんですけどね、いろんな色に塗り替えまして、今はですね、このモスグリーン。うわ、ホイールかっこいいな。やばいですね、 BBS。 カラーはモスグリーンにしました。渋いな。うぅ、たまんないですね。モスグリーンのボディに内装がホワイト。そしてリア周りか、これはもう世界一かっこいいんじゃないですかね。カウンタックです。最近ちょっとセッティングをいじったんで、またそのうち動画を上げたいと思います。続きましてフェラーリ、イタリアですね。普段のお金稼ぎに使ってますね。結構速くていい車ですよ。内装はちょっとなんかおもちゃみたいですね。なんかゲームセンターみたいですね。あんま好きじゃないですね。昔のフェラーリの方がいいな。ホイールとブレーキローターかっこいい。そして色なんですけどね、ちょっと大人のブラウンメタリックにしてみました。うわ、エンジン丸見え。いいな。音がね、なかなかいいですよね。ちょっとテールはあんまり好きじゃないんですけれども、音がいいんでお金稼ぎに使ってます。フェラーリイタリアですね。はい、続いてのフェラーリが F40 ですね。これはもう一番お金稼ぎで使ってる車ですね。結構初期の頃から乗ってます。これでドリフトの練習したりとかもしましたね。一番乗ってる車じゃないでしょうか。オイル交換も3回ぐらいしましたね。
内装が赤のフルバケ、かっこいいね。ほんとこの車乗りやすくてね、速くていいですよ。見てください、このホイール、やばいな、かっこいいな。新スポイラーも赤く塗りました。うわ、エンジン丸見え、真っ赤な F40 ですね。これからもどんどん乗り続けていきたいと思います。マフラーはセミレーシングです。疲れてきたらエンジンオーバーホールとかね、いろいろやっていきたいと思います。もうずっと乗りたい車ですね、フェラーリの F40 です。はい、続きましてフェラーリの F12。 これもですね、 F40 と同じぐらい使ってますね。先ほどオイル交換したやつですね。普段は F40 乗って楽しいんですけれども、たまに疲れた時とかこの車で楽にお金稼いでますね。おお、ホイールかっこいい。 BBS です、王者 BBS。 とにかく速いんで楽です。こんなに速くてパワーがあるのに FR なんですよね。でも乗りやすいんですよ。エンジンは見えませんね、 FR なので。そしてセミレーシングマフラーが入っています、チタンですね。フェラーリの F12 です。はい、続いてのフェラーリがに BB ですね。現在は白に塗ってますけども、結構ね簡単にカラー変えられるんで、その日の気分で色変えてます。この車もですね、セッティングしてお金稼ぎに使ってますね。音よし、かっこよし、いい車です。白もなかなかかっこいいですね。512 BB です。マフラーはこれレーシングだっけな、セミレーシングだっけな、にしてますね。512BB です。はい、続きましてテスタロッサ来ましたね。先日動画上げたやつです。この車はあんまり乗ってないですね。どうもセッティングはバッチリ決まらなくて乗ってないです。ただ外装はいろいろね、色変えたりとかしてます。エアロンもあんまりつけれないんで、外装色ぐらいしか楽しめないんですよね。ホイールもローターもかっこいいですね。やっぱこの穴開いてる方がいいな。テッカテカのキャンディーレッドです。結構似合ってますよね。自分では気に入ってます。もう少し乗りやすかったらいいんですけどね。わあ、かっこいいな。リアスポーツマフラーをつけてます。フェラーリのテスタロッサです。続きましてフェラーリ最後ですかね、308の GTB ですね。この車も今は白にしてますね。内装もシンプルでかっこいいな。古いフェラーリなんですけど、フェラーリらしいフェラーリですよね。ブレーキローターやばいな、これなんか最悪、変えなきゃ。ホイールはそんなに大きくしなかったですね。白のボディに白いホイール、かっこいいですね。チューニングしてすごくね、乗りやすくなりました。そこそこ速いですし楽しいですよ。マフラーはスポーツマフラーです。308の GTB です。はい、以上ですね、ガレージの車たちを紹介しました。まだまだたくさんありますんでね、次回はシルビアなんかもご紹介していきたいと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。明日の夜21時にお会いしましょう。